つまりね、私が何を言いたいんだ、まあ、こんだけね時間使って何を言いたいんだよってことですよ。はい、何が言いたいかと言いますと、アンジュカトリーナを押せってことです。はい以上です。ちょっともう、よいしょ、ちょっと待ってね、今ね。はい、というわけでねえ、生年月日ですが9月30日はい、年齢は22歳です。よろしくお願いします。いやー、まあね、レディーなので年齢は言えないんですが、まあまあそんな感じでよろしくお願いします。あ、そう、そうです。そう、ここ一番大事なところです。皆さんね、なんかやたらと質問があって、リプライでも何でも言われたんですけど、あの、私、女です。そう。何言ってんの？女だから、やめてもらっていいですか？私、いやもう、アンジュカトリーナっていう名前と、この私の見た目と、あの説明文を見て、なぜ男になるのか、おかしいよな。なんでだよ。分かってくれよ。何純真な目で年齢聞いてきてんの。ということで、設定文がで設定せせ no 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 私の何ですか？自己紹介文。はい、運営さんが、ボロボロの小屋で時間を忘れて錬金術の研究に明け暮れている大人っぽい女性的な体に憧れており、実はその研究をしているとかしていないとか。いや、ここね、私が男だったら、おかしくなってきちゃうじゃん。女体の研究の意味が変わってきちゃうじゃん。ねえ。変わってきちゃうでしょって。いやー、そういうことです。まあね、女性らしい体になり、まあね、それがやっぱり、まあ、できれば私だって錬金なんて力を使わずに彼氏を錬成したい離れね、錬成したい、錬成じゃない、作りたいので、やっぱりな、 TS 願望ではないです。 TS とかリゼなら知らないよ。本当に知らないよ、リゼならやめな。いやー、そう、そんな感じです。はい、で、まあまあ、さらに、まあ、ちょっとね、まず紹介をしていきたいんですが、まず私なんですが、見た目こんな感じです。まあもう分かってますよね、配信でも出てるかと思います。はい、まあまあ見て大体気づいてるかなって思うんですけど、まあ赤毛、はい、かわいい、はい、かわいいね。そうで、この私のね、ちょっと紫色がかったこの青色の目、はい、かわいい。はい、かわいいです、ここ。で、このね、赤いカーディガン。はい、かわいい。はい、もう全部かわいいから、もう。はい、かわいい。あー、かわいい。あー、すごいかわいい。はい、かわいい。もう、この錬金術のこのいろんなやつも全部かわいい。はい、かわいい。はい、かわいいです。これはかわいい。もう全部かわいい。間違いない。でしょ？そうでしょ？はい。はい、かわいい。あー、いいですね。あ、皆さんいいですね。そうです。なんか、バラしていいのかな？ちょっと巻きだからさっさと言うけど、なんかね、話の流れで突然なんか、乾がドッグフード食べたことある仕様をしてきて、あ、カミングアウトね。仕様っていうのは。で、ええってなっちゃったの。私は案外、私普通そういう面においては人のあの一線を越えてないつもりだったから、で、えって思ってたら、なんかリゼも、ああ、私もキャットフード食べたことあるって言って、あれみたいな、これ私がおかしいのみたいな、あと思って、あ、でもそういえば、でも私も昔あのハムスター飼ってたんだけど、その時に、あの、ハムスターのクッキーがあるの。それ食べたよって話したの。ね？だから、あの、何？
合わせたのよ、向こうに。合わせるっていうか、向こうにちゃんと寄せたの。したらなんか知らんけど、ドン引きされて、犬に。えー、みたいな。ちょっと待って、みたいな。しかも、だってドッグフードのさ、缶詰の方食ったって言ってた人にさ、待って、うち、え、よくない？クッキーだよ。いや、確かにハムスターのクッキーは食べたけど、じゃハムスターをクッキーにしたんじゃないわ。バケモンじゃん。バケモンやないか。違います。